コリオリの力、コリオリの力、コリオリの力とは回転座標形状で移動した際に移動方向と垂直な方向に移動速度に比例した大きさで受ける完成力、見かけ状の力の一種であり、コリオリ力、転向力とも言う。1835年にフランスの科学者ガスパール・ギュスターブ・コリオリが導いた。回転座標における力には、 他に、角速度変化に伴うオイラー力と回転の中心から外に向かって働く遠心力がある。コりオりの力を例を使って解説する。完成形で静止している質点を等速で回転する座標形から観測する場合を考える。この際、その質点は等速円運動をしている。回転座標形では、見かけの力である遠心力が 円運動の中心から離れる方向に働くことが知られている。また、等速円運動では、質点の加速度の向きは常に円の中心向きである。ところが、回転座標形でニュートンの運動方程式が成り立つと仮定すると、見かけの力の遠心力を考えただけでは、この加速度を得ることができない。回転座標形で等速円運動を続けるためには、物体に 中心向きの見かけの力が働いている必要がある。この物体の運動方向を変える力が、コリオリの力である。コリオリの力を実感するには、フィギュアスケーターのように回転しながら、重り5 0 0ム程度で良い思った手を、前に習への要領で前に突き出したり胸元に、しまったりを繰り返すと、分化安い。左回りに回転している場合、腕を前方に突き出すときには、 重りが右方向に引っ張られるように感じ、腕を胸元にしまうときには、左方向に吸い込まれるように感じる。この重りの進行方向から見て、右にずれる方向に働いている見かけ上の力が、コリオリの力である。コリオリの力を光学的に利用した装置として、角速度を測る、ジャイロ、角速度計や、流量計などがある。地球は東向きに自転している。 そのため、低緯度の地点から高緯度の地点に向かって運動している物体には東向き、逆に高緯度の地点から低緯度の地点に向かって運動している物体には西向きのが働く。北半球では右向き、南半球では左向きの力が働くとも言える。例としては以下のものがある。ここからは地球の時点によるコリオリの力の大きさを数学的に記述する。 地球の角速度をフォーミュラ2とすると、緯度フォーミュラ3における地平面内の南北方向の方向ベクトルの角速度はフォーミュラ4となるため、地球の時点によるコリオリの力の大きさは物体の速さをフォーミュラ5としてフォーミュラ6で表される。フォーミュラ7はコリオリインチと呼ばれる。コリオリの力が与える影響を考える一例として、 コリオリの力を一番強く受ける北極において、時速フォーミュラ8のボールを、ピッチャープレートとホームベースの距離フォーミュラ9の間で投げたとする。地球の角速度フォーミュラ10はフォーミュラ11で、あるから、コリオリの力による加速度の大きさは、フォーミュラ12である。通過するのにかかる時間フォーミュラ13はフォーミュラ14であるから、等加速度運動とみなすとずれの距離フォーミュラ15。 はフォーミュラ16つまりフォーミュラ17にも満たない。また北極より、井戸の小さい地域では、コリオリの力の影響は、さらに小さくなる。日常生活の中で地球の回転によって生じる、コリオリの力は、非常に小さなものなのでる。次に、北極において、秒速フォーミュラ1の砲弾を距離フォーミュラ19、先まで飛ばすときのコリオリの力による影響を、考える。 先ほどと同様に考えると、コリオリの力による加速度の大きさはフォーミュラ20であり、通過するのにかかる時間 t はフォーミュラ21であるから等加速度運動とみなすと、ズレの距離フォーミュラ15はフォーミュラ23従ってフォーミュラ24ものズレが生じる。このように大規模な運動では地球の回転によって生じるコリオリの力は大きな影響を及ぼすのである。 完成形フォーミュラ25に対して、原点の周りを一定の角速度フォーミュラ26で回転する座標形フォーミュラ27で、質点 P に力フォーミュラ28が働く場合を考える。あるベクトルフォーミュラ29の成分が、完成形では回転座標形では、と表されると気づい値によりフォーミュラ29はフォーミュラ33を原点 O の周りに、 フォーミュラ34だけ回転したものになるので、と表されると定義する。すると、出点フォーミュラ37の1ベクトルフォーミュラ38と回転座標形で見た、ベクトルフォーミュラ39の関係は、と表される両辺を時刻フォーミュラ13で微分して、さらにフォーミュラ13で微分して、フォーミュラ44、ここではフォーミュラ46を用いた。 ベクトルフォーミュラ28と回転座標形で見た、ベクトルフォーミュラ48の関係は、フォーミュラ49と表される運動方程式フォーミュラ52とを代入して、両辺にフォーミュラ52をかけて、式変形して、すなわち回転座標形から物体を見た場合実際の力フォーミュラ28のほかに、 フォーミュラ56とフォーミュラ57の力が働いているように見える。このフォーミュラ57は見かけの力でコリオリの力という。コリオリの力は速度フォーミュラ59の方向と回転軸の方向フォーミュラ10の両方に垂直である。フォーミュラ56は質点を回転軸に垂直に引き離そうとする見かけの力で遠心力という。以下では 地球の交点は無視し、地球は半径フォーミュラ62の球形とする。静止座標形として地球の中心を原点とし、地軸の北極方向をフォーミュラ63軸、赤道面をフォーミュラ64平面とする座標形を考える。次に地球表面の点で地球の時点と共に動くを観測点フォーミュラ37を考える。ただし、 フォーミュラ62は地球の半径、フォーミュラ68は観測点フォーミュラ37の緯度、フォーミュラ10は地球の時点の角速度フォーミュラ71、フォーミュラ13は時刻、フォーミュラ73は時刻フォーミュラ74におけるフォーミュラ37の位置を表すパラメータだが、以下、孤立リの力に関係ないのでフォーミュラ76とする。回転座標として、 フォーミュラ37を原点とし、次の3つの単位ベクトルで貼られる座標形を考える。この座標形で、時刻フォーミュラ13における出点フォーミュラ79の位置が、フォーミュラ80成分フォーミュラ81、フォーミュラ82成分フォーミュラ83、フォーミュラ84成分フォーミュラ85で表記されたとする。以下フォーミュラ13は省略する。 静止系で表すと、である。以下時間での微分を、フォーミュラ88で表す。静止系では、運動方程式が成り立つため、質点フォーミュラ79の質量を、フォーミュラ94、かかる力を、フォーミュラ95とすると、ここで、は、この回転座標系での加速度であり、が、この座標系での、 見かけの力すなわち完成力になる。上で示したを使えば、この部分は講義のコリオリの力に対応する部分であり、ことを示している。これは、フォーミュラ82とフォーミュラ84で貼られた平面、観測点フォーミュラ37を通り、地軸に直行する平面での二次元のコリオリの力に一致する。なお、 質点フォーミュラ七十九から地軸に下ろした水線の足から質点フォーミュラ七十九までの方向ベクトルがフォーミュラ百十八であることを考えれば質点フォーミュラ七十九にかかる見かけの力遠心力である次に上記の回転座標系では北極星の方向天頂から真南へ角度フォーミュラ六十八だけ傾けた方向を座標軸とするので不便だから 別の座標形を考える。フォーミュラ37を原点とし、次の3つの単位ベクトルフォーミュラ 122, フォーミュラ 123, フォーミュラ124で貼られる座標形とする。規定変換は行列で表すと、フォーミュラ127座標形の座標が、フォーミュラ129座標形の座標と同じ点を表すには、のため、 でなければならない。方ミュ六十八は、時間には依存しないため、運動方程式を書き換えれば、について、上記は加速度の項である。上記は抗議のコり寄りの力の項である。上記は遠心力の項である。ここで、抗議のコり寄りの力の項を見ると、ことがわかる。このうち、転調方向の速度と力を射掌した、と言える。これが、 コリオリの力である。接平面内であれば、どの方向の速度ベクトルでも北方向と東方向の速度ベクトルの合成で作れるため、フォーミュラ162速度だけの接平面内の見かけ力がかかることがわかる。3次元の場合のコリオリの力をまとめると、次の3段階で導出されていることがわかる。ここで、接平面フォーミュラ164内の東向き。 時点方向の向きの大きさフォーミュラ5の速度ベクトルについて考えれば、それを平面フォーミュラ166に遮影しても変わらずに大きさフォーミュラ5であり、平面フォーミュラ166内のこリオリの力は大きさフォーミュラ176方向は東と直行七軸から遠ざかる方向であり、それを接平面フォーミュラ164に遮影すると、 コリオリの力の節平面フォーミュラ164内の成分は大きさフォーミュラ179方向は南となる。節平面フォーミュラ164内の北向きの大きさフォーミュラ5の速度ベクトルについて考えればそれを平面フォーミュラ166に遮影すると大きさはフォーミュラ183となり平面フォーミュラ166内のコリオリの力は 大きさフォーミュラ179方向は東であり、それを節平面フォーミュラ164に遮影すると、こリよりの力は変わらず、大きさフォーミュラ179方向は東となる。節平面フォーミュラ164内の大きさ、フォーミュラ5の任意の方向の速度ベクトルは、東方向と北方向の速度ベクトルの一時結合で表せるため、 その節平面フォーミュラ164内のこりオりの力は大きさフォーミュラ179方向は北極側から見て速度ベクトルの方向から90度時計回りに回転した方向となることがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。